ここの根元に、ね、汚れが溜まっているので、ここに十字に できるんだとか、すごいなんか勉強になるから。そっかそっか、うん、すごい綺麗に千切りが。これは誰がやったんでしたっけ、うん、あ私で、うん、最初これだったじゃないですか、うん、これあ、これあ、じゃがいも、これ相当美味しい、本当にこれ本当に美味しい、よかった、食べて。はい、今日は、包丁を使っての、料理でしたが、まあ最初はちょっとこわごわしながら包丁を使ってましたが、最後は、ね、しっかり慣れて、まあ、先生の言われた通りできたかなというふうに思います。まあ、けどまだまだ下手くそですが、包丁をずっと使ってれば慣れていくと先生に聞いたので、しっかり包丁を使って、はい、料理を頑張りたいと思います。今日も楽しかったです。